はい、皆さんこんにちは、リットです。大変長らくお待たせいたしました。今季2024年払い目海外評価開幕してランキングトップ10、まあ、とっくに開幕してる。はい、ということで、すいません、もうね、今季開幕から1ヶ月以上が経過して、なのに開幕してランキングと何事かというところなんですが、もうどうしてもね、中間でもよかったかもしれないですけど、もはやね、鬼滅まで待つのもありだったんですけど、もう待ちきれなかったんです。もう上げたかったんですけど、でも何で上げるか、やっぱ開幕時点なんです。まあ、ヒロアカもね、始まって、まあ、鬼滅はまだ始まってないんですけど、まあ、中間は2週間ぐらい上げるかもしれないなっていう感じで、ございますが、まあ、ひとまずね、マイアミリストさんというか、まあ、いつもですね、毎週、海外人気ランキングというところで、アニメ、トレンディングさん、アニメコーナーさん、レイツさん、この3つのサイトの、トップ10をですね、毎週紹介させていただいてるんですけど、このマイアミリストさんっていうね、もう本当、もう最大級のこのアニメデータベースサイトというところでね、なってまして、まあ、こちらの評価もですね、マイクロ非常に話題になっております。こちらに関しては、これ単体で、スコア順で、開幕中間、最終ぐらいね、まあ、クールに3回ぐらい、動画を出させていただいているような状況です。ちなみに最近には動画遅れすぎて、まだ前期の、最終評価ですね、海外の、このマイミリストランキングを上げていないということがございます。すいませんでした。またね、上げるつもりですちょっと上げれるのかみたいなことになってますがね。はい、ということで、今回は、まあ、春アニメですね、ついに開幕した春アニメどうなっているのかという、今期はですね、まあ、前期はもう本当フリーレンと僕山の評価高すぎちゃって、もうね、各サイトも1位決まってますよねみたいな感じで、まあ、マイミリストはねフリーレン1位でしたし、でレリットはずっとフリーレン1位で、アニメトレンディングはてか、まあ、だから、マイミリストはずっとフリーレン1位だった。歴代最高スコア出しましたからね。で、アニメトレーニングとアニメコーナーは僕やばずっと1位っていう、前期は本当も完全に2期もあったんですよ、正直。このサイト、全部1位それしか見たことないっていうクールだったんで、それ見たことないけど、それしかなかったんですよ。で、今期、めちゃくちゃバラついてるんですね、サイトごとでも。かなり珍しいクールだと思って。で、マイミリストのね、結果も見ても、もうびっくり仰天。これ予想してみてみたら、マジで全然外れると思います、正直。僕もね、びっくりしながら見てたんですけど、ただ、平均レベルは高いですね。ただ一番上がね、おっと、まあ、前期がまあむしろ過去最高だったからね、歴代最高でしたから、まあそれは高かったに決まってるんですけど、うん、っていうところで、まあちょっといろいろまた解説しながらですね、まあスコア9超えだったらやばい、その年間トップ、年間というか歴代トップクラス、になってきますし、まあ 8.5 超えでももちろんね、年間トップクラスという感じになってますし、まあ7以上あったら全然評価としてはねいいかなっていう感じのところでございます。はい。まあ、8以上あったら、ね、非常に高評価って見ていただいていいかなって。まあ、スコア10段階ありますね。はい。ということで、早速やっていきたいと思います。全部ネタバレなしで、その点やっていきません。ご安心ください。ということでやっていきます。皆さんのコメントもどんどんお待ちします。では、まず第20位です。20位。あ、ちなみにメンバー数とね、投票数も一緒に紹介します。では、20位。魔王の俺がドレイルフを嫁にしたんだが、どうめでればいいということですね。こちら第20位、スコア 7.57、投票数 12,990、メンバー数 85,313 ということですね。しかし最初から 7.5 超えをしてきました。ということでね。メンバー数的にもね、まあ、10万近いということで、まあ、クールトップ10には入ってませんけれども、15位以内ぐらい入ってるような感じですかね。まあ、メンバー数もね、まあ、全然悪くない。で、結構ね、これ難しいのが、スコア順でやるとですね、メンバー数が非常に少ない時の評価高いみたいなね、ちょっと難しいね、正直10位というかスコアもあったりするんですけど、まあこれはね、しっかりそういう風に評価されてるのかなっていうところで、まあ魔王の俺、魔王嫁なんていうやつの影響今よくわかんないんですけど、これに関してはですね、結構各サイト他のアニメコーナーとかあったかな、もうトップ10にも入ってきたりしてますんで、買う気高いのかなというふうに思っておりますけれども、個人的には正直そんなハマってないんですが、ネフィーちゃんっていうね、まあ、奴隷をなんか主人公が嫁にするよみたいなところが始まっていくような、作品でね、作家とかキャラクターとかいいかなと思って見てるんですけれども、こちらが20位にランクインしております。はい。では19位です。19位。戦隊大失格というところですね。スコア 7.64、同様数9343、メンバー数86589で第19位という子はね、まあ、戦隊失格国内ではね、かなり評判厳しいというか、もう正直話題に上がってないんですが、海外ではですね、かなり評価高いみたいで、結構ね、さっき見て他サイトもトップ10入ってるサイトもあれば、マイミリストもですね、7.5 を超えているというところで、加害人気は全然ね、高いのかなと。まあどこが下がってるのかちょっといまいち分かってないんですけれども、19位ということになってま
ます。まあ、ただね、やっぱその、まあ、個人的にはやっぱどうしても五等分の七人作者の春場ネギ先生が描いた作品という、ちょっとバイアスが強すぎるのがね、ありましてね。まあ、正直、まあ、原作の時点で楽しめなかったというのがあったので、ね、アニメをすぐ1話で見るのやめちゃったんですけれども。はい。まあ、アニメーターの評価は、ね、結構高かったりもしてるし、まあ、変に五等分知らない方がね、楽しめるのかなってやっぱ思います。そこに関しては。五等分の七人フォローがセンターレジカが最高ってね、なりづらいのかなって正直思います。はい。では、18です。18。作家とかの良さ、ストーリーなんですかね、どうなんだろうね。はい、18が、親愛坊ちゃんとクロメイド第3期というところですね。スコア 7.68、投票数2850人、メンバー数33787というところで、まあ、国内でもね、 DMMTV2 期からかな独占になったことによって見る人が激減してしまって、一期は前に話題だったんですけどね。うん、ということで、まあ、マイミスのメンバー数も少ないですね。3万3000という、スコア 7.68 というところね。ついに完結という新鋭坊ちゃんが第18位になっております。では、17位。ささやくように恋を歌うという、ささ恋ですね。もうこれでもね、話題になってるかなと、思いますし、まあ、作画がという声もね、結構聞きますけど、スコア 7.72、投票数6198、メンバー数66384という声で、まあ、先週ですね、まさかのこのささ恋がアニメトレーニング1位を取るっていうのは本当びっくりの事態が起きまして、本当にびっくりしました、これに関しては。もう予想外すぎて、で、ささ恋面白いと思ってる人たちはちょっとやりすぎじゃないかっていう声が出てくる、まあ、僕もびっくりしましたね、本当ね。まあ、僕はまあずっと1位もびっくりし、まあ、ファンでもびっくりしたぐらいだったんですけど、ササコイ、まあ、なんなんですか、その、でもラブコメとかそういうの人気だとは思うんですが、それにしてもっていう感じはしたんですけど、まあ、海外評価も高いというところですね。まあ、メンバー数も高いんですけど、まあ、メンバー数がもう一人、もうちょい増えるとっていう感じはしますけど、まあ、作画に関してはいろいろ言われてますけど、僕はそんなに気になってないですね。だから、当初の不安、その心配から比べたら全然いいかなというふうに思ってますけれども、17位になっております。はい。いやでもいいっすね。クールなより先輩とね、このひまわりちゃんとも可愛い子がね、はい。ガールズバンドラブストーリーっていう。17位でございます。では、17位がね、あ、じゃあ17位じゃないわ。15位が2つありますね。では、15位になります。15位。うるせえやつら、第2期2クール目ですね。スコアが 7.78、投票数4985、メンバー数39701、メンバー数とかはね、ちょっと問題なく感じますけど、スコアはね、7.5 以上、取っているというところで、うるせえやつらはですね、国内だとね、まあ、正直もう見てる人はかなり減ってしまったのかなと思いながらね、まあ、海外では評価自体に高いかなというところ、まあ、国内でもね、多分見てる人の評価高いと思いますが、高い人しかそれはね、2クル目ですから、なかなか見てないかなと思うんですけど、僕もね、一時切る可能性あったんですけど、すごい今は楽しめてね、何よりでございます。はい。では、また同じくスコア 7.78 ということで、15位ですね、こちらが、月が導く異世界道中第2枠、月道第2期2クール目ですね。スコア 7.78、投票数34,483、メンバー数200,286って、かなり非常に高いなというところで、2クール目ということはアニメトレンディングはね、表の対象外になってますし、アニメコーナーとかは入ってなかった。レイット入ってたかなというところですけどもね、マイルミストもね、15位か。うん、というかメンバー数も非常に多くね、人気作品だなという感じでございますね。はい。では14位です。14位。ウィンドブレーカーですね。こちら、スコア 7.90、投票数23,092、メンバー数148,502ということでね、スコアもね、早くも14位の時点で8近いという、これ非常にね、海外評価も高いのかな。まあ、各サイトのランキングもね、結構入ってきてるというところになってまして、国内評価どうなんですか、ネットリックスはね、毎週トップ10入ってるような、作品でね、ただやっぱ、男性、でも女性ファンがやっぱ多いのかなっていう感じはね、正直してますし、女性受けが良さそうなね、描写は正直多いので、ちょっと今、主人公結構頬を絡めたりするので、そういうのが苦手な人もね、いるかなっていう印象は、あるんですけれども、まあ、とにかくやっぱかっこいいというところでね、なってますけれどもね、スコア 7.90、輝きはね、非常にいいかなという感じになっております。はい。では、13位です、13位。ガールズバンドくらいというガルクラですね。こちらスコア 7.94、投票数4,350、メンバー数32,840ということで、スコアはね、8近くて非常に嬉しいところなんですけれども、やっぱメンバー数が少ないですね。やっぱオリジナルアニメの難しさっていうところはあって、まあガルクラはね、好み分かれる、正直結構怪奇な作風という、本当にめんどくせえやべえ主人公っていうところの作風なんですけど、やっぱめちゃくちゃ面白いで、刺さる人にはとんでもなく刺さるという作品でね、なかなかね、やっぱそのオリジナルアニメっぽいんですよね、正直ね。うん、だから、なんかこう、わーってこうなんか拡散してっかって言って難しさは正直あるのかなと思ってますけれどもね、面白いんで、まあ評価はね、されてるんでそこは嬉しいかなというところで、13位でございますよね。当初はフル CG というこうね、大丈夫かなと思ったんですけど、非常にいいですね。めちゃくちゃ面白いです。はい。では12位です。12位。
デートアライブデアラ5期ですね、こちら、スコア 8.0 のトイズ6373メンバー数86,714ということで、早くも、ね、12から8超えてやっぱ平均的レベルはね本日高いのかな、海外評価っていう面ではね高いのかなというところですけども、デアラ5期ということで、まあ、デアラ5期はですねもう結構ね他サイトで1位を取ったりしてまして、かなりね海外評価っていう面では高いのかなと、人気高いのかなというのはね、思ってまして、国内と結構逆ですね、これはね。国内はデアラ見てる人どんぐらいいるんだろうって正直僕は思ってて、全然ね、デアラがどうみたいな声を聞かないといけないもんですから、まあ配信とかもね、正直かなり弱いので、そういう意味ではね、今期はやっぱそういうなんか逆転現象、結構やっぱ国内が人気なとか、オタクが評価してるとか、オタクが評価してる方はね、世間的に人気みたいな、最近大体海外評価高いんですけど、なんか結構本当、今期はね、読めないんですよね、これがね。はい、ということで、デアラね。まあ、でも5期もね、非常に面白くなりそうなんです、すごい楽しみなんですけど、12でございます。はい。では11です。11位は僕のヒーローアカデミア、ヒーローアカ7期ですね。こちら11位でついに開幕して、まだ見れてないですけどスコア 8.08 トイス4775メンバー数202,704、さすがですねヒーローアカね。ヒーローアカ7期もねめちゃくちゃ面白いところですね。原作は僕はね原作ファンで読んでますけれどもね、非常に楽しみでございます。はい、まあ8は安定取ってくるんじゃないかな。ではここからトップ10なんですけど、9位がね2つですね、スコア同列で並んでおります。第9位が1作品目ですね、それが黒執事寄宿学校編という子はね、もう黒執事もかなりシリーズやってましてね、久しぶりから続編という子で、僕はね、追いつこうと思って、リタイアしました。実はね、スコア 8.12、投与数3677、メンバー数56203というので、やっぱね、シリーズ長いこともあって、メンバー数は正直少ないんですけども、スコアね、8.1 ということで、ね、非常に高いかなと。見てる方の評価もね、非常に高い作品になっております。はい。他サイトも入ったりして、海外人気は高いかなと思ってます。で、同じく第9位が、ダンジョン飯2クール目という子ね、スコア 8.12、投与数56,59、メンバー数229,290というところね、まあ、前期からね、継続作品ということで、ダンジョン飯もね、非常にやっぱこう、ワンクールの終盤ぐらいから評価がどんどん上がってきているかなという作品でね、僕もね、波はあるでね、かなり楽しめてるかなと、楽しめてきてるかなというところなんですけどね、まあ、会員評価もね、まあ、まずもっと上がるかなと思ったんですけどね、前のミスは8は超えてるという、評価高いかなという感じになっております。第9位でございます。はい。ここから、他サイトもね、入ってきたら面白いですけど、まあ、入ってきているかな、トップ10ね。はい。で、第8です。第8位。夜のクラゲは泳げない。夜クラですね。第8位行きました。スコア 8.18、トイス8547、メンバー数62882ということでね。このガルクラなかなか入ってこないですけど、夜クラはですね、他サイトもね、かなりね、ランキング入ってきておりまして、人気来てますというところで、国内もっと盛り上がってほしいなっていう思いはあるんですけどね、世界中動画工房だし、結構やっぱキャッチーなストーリーなので、うまくやったらもっと流行るんじゃないかなっていうのは思ってるんですけど、なかなかやっぱオリジナルにね、そういう壁はね、あってね、やっぱリコール3コールがいかにうまくいったのかっていうのを改めて思うわけなんですけれども、はい。ヨルクラもね、まあ、会議評価も非常に高いし、僕自身も非常に楽しめてる、作品でですね、メンバー数もっと増えていくといいなというのは思ってますが、第、8位ということになっております。はい。では第7位です。第7位。オオカミと香辛料、マーチャントミーツ・ザ・ワイズ・ウルフ、オオカミと香辛料リメイクが7位ではスコア 8.21、投票数16,612、メンバー数143,390というところね。やっぱ海外評価もね、非常に高い、作品かなという。ただね、やっぱ1話の時とかはね、やっぱこうすごいオオカミと香辛料始まったような盛り上がりを感じてたんですけど、最近はね、ちょっとなんか落ち着き、まあ、ストーリー的にちょっとまあ最初に見れてないんであれですけどもね、落ち着いてきてるからなのか、なんなのか、まあ僕はね、1話でもしかしたらね、やばい3話切りするかもとか言って、言いながらね、どんどんハマってきた人でやっぱね、ホロが可愛いということで見てるわけなんですけれどもね、まあ、内容的にも結構勉強になるというかね、面白い、その結構込み入ってる話なんで、ね、しっかり見ないと分かんないですけれども、まあ、そこも面白さがあるし、雰囲気的にも、ね、落ち着いてる作品でね、いいなというところ、どんどんハマってきているところなんですけれども、外評価が高いというところね、第7位でメンバー数も15万近いですね、10万超えということになっております。はい、第、まあでもやっぱリメイクやって、やっぱ新規勢がなかなか入ってきてない感じがしますね。狼と香辛料。僕みたいなタイプは珍しいかもしれない。そういう意味ではね。はい。もっともっと新規が見るとね、うるせえやつがほんと、そういうレベルでしたらさ、こうなんか、なかなか笑い合ってこないんで、やっぱリメイクはほんと難しいなって改めて思っております。はい。で、第6位です。第6位。天
成したらスライムやったけん第3期、テンスラ第3期ですね。こちら、スコア 8.2、投票数23,200、メンバー数259,614という、さすがなろうの、というところでね。まあ、テンスラはね、今期かなりこう、まあ、当チャンネルでもそうですし、まあ、やっぱ賛否がね、この時会議の説明を永遠に続けておりますので、分かれているような、まあ、状況でですね。それが一番人気ということですが、それはまあ、ね、荒れるというか、正直思ってますけど、まあ、感想はね、この前に上げてますんで、まあ、ぜひね、僕はどういう決断をしたのか、またね、ご覧いただけたらと思うんですけど、会議はやっぱ非常に高いなというところで、会議をしてもこの高さということは、もっと上がるのかという感じですけどね、テンスラ第6位になっております。はい。では、ここからトップ5いきます。第5位です。第5位。怪獣8号、スコア 8.25、投票数27,867、メンバー数218,661、第5位ということで。マジですいませんでした。怪獣8号は海外人気がないなとかね、最初言ってたんですけれども、何をほざいていたのかという勢いで非常に人気がありましてね、完全にもう間違った情報。出していただいて本当にすみませんでした。はい。まあ、よかったです。人気あってよかったなというか、海外受けをやっぱ明らかに意識して、まあ、オープニングとかもそうですよね。マスカの全然映像、ホームページを使わないと、もうびっくりのことが起きたんですけどもね。でも、めちゃくちゃ批判してたらね、それ海外人気もねえわとか言って煽ってたら、大間違いで。ただなんか海外の配信が遅かっただけです。まあ、その動画時点ではなかったね、本当にね。なかったんですけども、本当にやっぱ、しっかり配信が始まったらめちゃくちゃ人気ありましてね。よかったんですけどね。8.25 でメンバー数もね、コンテンツでトップ5ぐらいか、非常に高い、多いというところね、さすがの人気作と思いながら、ただね、まあ、その時もっともっと人気がね、出ると思ってたんで、そういう意味ではね、かなりスロースタートなんで、どうなっちまうのかっていうのはね、思っているところでございます。はい。で、第4位です。第4位。無職転生は人生だ。第2期2クール目ですね。スコア 8.35、投票数29,576、メンバー数261,281、第4位。さすがですね。無職という、これ。まあ、海外人気もですね、元から非常に、高い作品でですね、まあ、中国では配信停止になったみたいな話もね、1期の時だったな、ありましたけれども、2期もね、2クール目も非常に、面白く。ね、素晴らしい話が続いているというところなんですけどね、開票もやっぱ非常に高いというところ、引き続きね、ほんと、まあ、ここからもっと面白くなるから、ターニングポイント3がきますから、楽しみですね。はい。では、ここがトップ3入っていきます。第3位です。第3位。ゆるキャンシーズン3がスコア 8.45、投票数6,230、メンバー数65,943で第3位ランクイーンということで、これは正直びっくりしましたね。ゆるキャン、まあ正直メンバー数はね、やっぱ少ないですし、まあなかなかね、ほざいてもトップ10入るかみたいな感じだったので、3位に来たっていうか、スコア 8.45 って非常に高いなというのを思ってまして、で、僕はかなりね、ゆるキャンに関しては辛い評価をしてるんですが、まあ、まあこういうじっくりゆっくりね、楽しんでいこうというところで、まあ切るとかはやめたんですが、ね、もう雰囲気でね、楽しみ、まあ別にそんななんか内容をめちゃくちゃ求めるタイプじゃないなっていうところでね、思ってるんですが、まあ、正直やっぱ2期とか、まあ、どんどん正直失速してる感を持ってて、まあ、屋内評価というかね、笑い性的にもね、やっぱかなり厳しくなってきてるなっていうのは、思ってて、まあ、僕もやっぱかなり笑いとして聞くのはね、まあ、無職、このスバ、ね、まあ、テンスラとかね、っていうところ、まあ、ユーフォニアムとかなんですけどもね、はい、というところですが、火曜日は高いという、こう、8.45、第3位でございます。おめでとうございます。はい。でも結構、どうなんですかね、ゆるキャンってもともと高かったのか結構ね、やっぱこの、なかなか、日常系とかね、キララ系ってほんと評価高くなりづらくて、そういう意味ではね、ボッチザロックとかすごかったんですね、やっぱりね。ゆるキャンは 8.27 とか、シーズン2も 8.5 や高いですね。ゆるキャン自体は海外評価が高いというところですかね。第3位ランクインしております。はい。まあでも、キャンプアニメって難しいよな。なんかもう正直旅アニメみたいな、ちょっとそこはやっぱ気になってるところありますね。はい。では、次第2位です。第2位。この素晴らしい世界に祝福、このスバ第3期、スコア 8.52、投票数24,850、メンバー数34,170、圧巻のスコアで第2位でございます。ということでね。
強いね、このスバ。まあ、海外人気ランキング見てもね、めちゃくちゃ上位で、あ、このスバってこんな海外人気あるんだっていうことなんか、ちょっとあんまね、そのどんぐらい海外人気があるかって分かってなかったので、すごい嬉しいですしね。まあ、オンライン評価もやっぱ高いんですけど、まあ、国内人気っていう面ではね、まあ、悪くはないですけども、そんなめちゃくちゃ出てるかって言ったらやっぱ3期なんでね、そこの難しさは、感じてるし、ちょっと面白さが衰えたかみたいな声もね、聞いたりはしてるという、まあ、僕はめちゃくちゃね、楽しんでるというこのスバ。海外評価もですね、非常に高いというところですし、3期でこんなに高いのかぐらいのね、勢いですね。はい。で、まあ、やっぱ1期、2期、映画全部面白かったんで、3期大丈夫かと思ったらね、初っ端からめちゃくちゃ面白かったんでね、この先も非常に楽しみでございます。はい。サッカー崩壊してもね、許され、怒られるどころか、もはやね、監視されるみたいな、こんなに見たことないよっていう、本当愛されてる作品ですよね。面白いです。はい。そしていよいよ、第1位発表していきたいと思います。あ、このね、正直1位はね、読めなかったです。今回、第1位になった作品。こちらです。第1位。響け、ユーフォニアム、ユーフォ第3期、スコア 8.68、投票数4556、メンバー数53,041。ということでね、海外評価も配信、海外人気も配信人気も全く入ってこんなと、どうなったのやということでね、まあ、配信人気に関しては NHK でやってますね、その影響かということも言いながらですね、非常に悲しい思いをしてたこの UFO ファンの私ですけれども、このまさかのもう、マイメージ1位だったという。これはたまるけど、正直ね、メンバー数とかやっぱね、正直物足りないです、これ1位に関して。1位にしてはね、正直物足りないですし、今期はね、9超え、最近はずっと9超えタイトルばっかりだったので、9超えタイトルがないっていう面でもね、まあ、正直寂しさがね、結構あるんですけれども、UFO は1位、これ嬉しいな、おめでとうございます。はい。まあ、やっぱね、結構そのギスギスしてるんでね、UFO も。すごいリアルな感じなもんですから、それでやっぱ海外受けがあんまなのかっていう声もあったんですけどね、海外受けはいいですけど、見てるやっぱ人がやっぱ少ないですね。やっぱ3期だからっていう理由はね、でもやっぱこのコノスバとかの見るともう何も言い訳ができないという。コノスバテンスラーとかさ、むしろ2期2組目とかこんだけ人気なの見ると、この UFO がね、正直見てる人が少ないっていうのはこれ何も言い訳ができないっていう悲しい状況なわけなんですけど、見てくれ見てくれみんな、京都アニメーションがもうものすごいの作ってくれてるから、はい、話聞きもねめちゃくちゃ面白いですけど、まあ、話題としてはねやっぱ、まあ、オタク見てる人が多いですから、多いかなとは思ってるんですが、はい、まあ、スコアは、ね、非常に高くて、海外人気、まあ、人気というかその面数的には少ないかもしれないですけどね、評価はね抜群にされてたということが分かりました。いやー、何よりです、おめでとうございます。はい。という感じで、今回ですね、今期2024年初め、海外評価、開幕地点ランキングトップ2の紹介は以上となります。よろしくありがとうございました。ということでね、マイムリスト、てか今期はほんとね、格差より全然違いますね。全く入ってこなかった UFO が、このスコアで見たら、マイムリスト1位だったとかね、っていうびっくりなところもあった。やっぱこのスバー無色は強いっすね、マジで。やっぱ続編が改めてね、非常に強くて、トップ4が続編で、ようやく怪獣8号が5位に来たと思ったら、また続編でリメイクでっていうところでね、やっぱ結構ね、そのヨルクラとか、ガルクラとかね、海外評価の面では、マイルミストもね、非常に検討してるなというのは思ってます。ここからもっと順位上がってほしいなっていうのは思ってますし、なかなかね、ここから上がってくって、スコア上がってくって、ボケヤバぐらいだったんで、そういう意味で上がってく作品が出てきたら、またね、面白いかなっていうのは思ってますけどもね、結構今期は本当ね、読めない感じになってますね。やっぱ国内評価でも一致するわけでもないし、ちょっとこれもしかしたらまた順位もね入れ替わるのかなとは思いながら、ランキング作っておりましたというところでね、ちなみにね、ブルアカとかね、魔法科とかが21位でギリギリね、ランクスコア 7.56 なんですよね、僕が見た時点で、ね、7.57 が20位でした。本当に僅差で僕入れたかったんですけど、もはやね、ランク入れられなかったりとかね、めちゃくちゃ面白い、バーテンダーが 7.5 でしょうね、ギリ。またちょっと海外転用感もね、ちょっと時間作れれば、あげようかなと思ってますけどね、海外転用感の方もびっくりな感じになってましたけど、正直今期はね、結構割と、あ、やっぱこれだよね、面白いねっていつも海外ランキング言ってたんですけど、今期は、っていうのが正直増えちゃいそうなんで、その点、ちょっと大変申し訳ないと思っておりますけど、なるべくね、ぼやきすぎないように、うまく話していきたいなと思います。はーい。ということで以上となります。皆さんね、ランチにする感想、ご意見のみるコメントにお待ちしてます。引き続きね、まだ海外評価ランキング、まだ少なくとも最終上げました。まあ、中間もうまくいけば上げますというところですし、あとまあ海外技ランキング、配信技ランキングとかね、まあ、低評価も上げようかなと思ってますと。まあ、それでもね、まだ個人的ランキング感想とか、まだいろいろ上げていきますね。ぜひご覧ください。
チャンネル登録、こういうこともしてますので嬉しいですよ。一応おめでとうございます。やっぱ増減が非常に強くるだな、改めてね、感じたランキングでもございました。スコア9はね、寂しいですけど、まあ、8.5 とかめちゃくちゃ高いですからね、まあ、そこはね、最近みんなフリーでの 9.3 とか見てたらおかしくなったと思いますけども非常に高いですから、そこだけはね、間違いないようにということでございました。はい、おめでとうございます。はい、ということで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。